はい、えー、今日はね、えー、このハンドウォーマーのレビューということで動画にしてみたいと思いますはいお願いします、えー、これはね、えー、ガマカツなまあ,あの釣りのねガマカツで出してるあのラグゼハンドウォーマー2.0型番でいうと LE701 っていう、えー、商品になります、えー、このハンドウォーマーね使って何回か使ってみたんで、えー、レビューなんですけどね えまずどうして買おうかなってえ思ったかっていうと年末の釣り納めの時にあのいつも使ってるこの釣りグローブをね忘れちゃったんですよね。ですごく寒くてえ手がかじかんでこう指でねこうフェザリングできなかったんですよね。でそれなんでね手を温めるなんかこういうのいいのないかなと思ったら近くの人が使ってて。 ベルベットアートの使ってたんですけどちょっと良さそうだったんでいろいろ調べてこれにしましたで、えー、これのまああのいいところ、えー、悪いところあるんですけれども、えー、まあ僕は買ってみてよかったのでまずはすごくおすすめのものですでいいところと、まあ、ここはこうした方がいいんじゃないかなっていうところをねちょっと動画にしたいと思いますまあいいところやっぱりねまずって言ったらなんですけどね安いんですよ まあこれ3000円なんですよね。だってね、税込みで3300円なってて、他のあのーメーカーはもうちょっと高かったりする。同じような裏ボア付きのフォックスファイヤーのやつは多分5000円ぐらいするんだと思うんですよね。4000円後半します。でもこれ3000円で買えて、まあ、ネットとかで見たりとか、もうちょっと値引きしてるところもあるかもしれません。はい、で、えー、使ってみてなんですけど、 こうやってつけると、ここがね、開いてるので、非常に竿とかね、こういうのの、触ってる感じがね、何もつけてないような、自然な感じでね、使えます。それがまあいいとこですね。そして、この中にね、 カイロのポケットがついてるんですすよね。ね。手の甲側でこ、ね、ここからこの辺でで、すね。でこの使い捨てカイロのちっちゃい使い捨てカイロがここに入りますよということで、えー、温めてくれますで暖かさっていうのはもうポカポカっていうわけじゃないんですけどまああのすごく風がついてる吹いてる時はポカポカってわけじゃないんですけどまあ寒く 寒さが我慢できるというかはじかまないという感じで、えー、すごくね、あのー、有効ですよなので、あのー、皆さんねこれ結構いいかなと思うんで買ったらいいかなって思いますねで、えー、全体的に見てねいいと思うんですけれども まあ、もうちょっとこうだったらいいなーってところも言ってみます。はい。で、まあ、ここのね、まあ、みんなそうなんですけどね、この縁のにこう、ステッチがあるんですよね。まあ、これってね、結構ね、針がスッと刺さったりするんですよ、ここに。ここはね、あの、こう、ツルツルしたそれでね、こう、よほどじゃないと刺さらないんですけど、ここのところで、ツッと刺さるんで、これ、私は缶釣りなんでバーブレスなんですけど、 まあ、バーブあったりするとここ、取れなくなっちゃうかなと思うんで、できればまあ、こう、シームレスみたいなので、でき、できたらほうがいいかなというふうに思います。なかなか難しいですけどね。で、えー、あと一、あとね、いくつかあるんですけど、ここのね、えー、この指のね、指のこれが、ここで止まってるんですよね。そう。でね、これね、実はね、一回ね、切れちゃって、 ここが外れたんですよねそうまあ僕がねこうこれをしたままポッケに手を何回も入れてたんでこういう力が加わってまあほころびちゃったと思うんですけどもあのーまあ、やっぱりねあの繊細に作られてる面もあるんでこういうところどれも同じだと思うんですよここのこういう補修が嫌な人っていうのはまあ ちょっと気をつけて使った方がいいか、まあ、別のに使うか、まあ、別のでも同じようなもんだと思いますけどねこういうデザインでここでポツッとこうなってるやつは同じ作り方をしてるんじゃないかなと思いますただこれが太いとね今度使用感がねいろんなものを見たんですけどもこれが第一関節ぐらいあるモデルとかあるんですよ多分それだけでね使用感が全然違うと思うんであの機能を 釣りの方の機能あの特化するとやっぱりこのデザインになるのはいいと思うんですけど、はい、一応そういうところが、えー、どうかなって思うとこですねそれとあとこのカイロポケットですね回路のポケットなんですけどもちょっと分かりづらいんですけどこれこれねポケットの中にこれ裏返しにできるかな 裏返しにすると、まあ、ここにポケットが入ってるんですけども、ポケットの外側が、にはボアが付いてないんですよね。まあ、ゴワゴワしちゃうからなのかなと思うんですけど。なので、ここ、この薄いこの、これの下にすぐに回路になってるわけですよね。これもしかしたら、ここにもう一層何かあった方が多分保温はいいのかなと思います。きっと風がこう当たってきたり寒い時に、 まあ、熱が逃げやすいんじゃないかなと思ってます。あとですね。あの別の方のブログとかでもまあ、書いてあるんですけど、ここ動脈がはい。走ってるんで、こういうところを温めた方がいいんじゃないかなっていう説もあります。僕もそれね。確かに思うんですけど、ここからあの動脈がここ外側ね。こう脈が触れるところ、えー、走ってるんで、ここを温めた方がまあ、ゆくゆくはこっちの血の巡りはいいんじゃないかなっていう風うに思っていて。 なんで、このあっためポケットね、手首のところにあった方がいいんじゃないかなとも思います、はい。全体的にね、こんな感じのね、レビューなんですけども、本当にね、買ってよかったと思います。あとは、レビューではこれがね、手がね、こう、これが下がってきちゃうよっていう人がね、 まあいたたりすすするんででけど私の場合はね特に気に気なならなかったですここ止めてまあ、上に密着させればそんなにねこのリールの場合はそんなにはこれがこう下がってきてこの薪に、ま、こう影響しちゃうみたいなことはないですね使ってる感じではそんな感じで不具合はなかったですとても使用感も良かったと思いますまだまだ寒い日が続きますのでこういったね、えー ハンドウォーマー検討する方はラグゼも、えー、視野に入れていただけたらなと思います僕は今のところすごく大満足なものですじゃあまた